おはようございます。こんにちは。こんばんは。豆腐です。ということで、今日も元気にサカつくやっていきましょう。よろしくお願いします。さて、本日何をやっていくかと言いますと、こちらですね、今週のアップデートで追加された、チェルシー第3弾ガチャ、スプリングスカウト、こちらの選手の最強育成講座をさせていただけたらと思います。いうことでですね、こちら、5選手。 細かく見ていきましょうで今回なんですけど、まあ、もちろんね彼ら全員がちゃんとしたチェルシーの選手っていうところでチェルシー染めで使う前提でで考えていきます、まあ、チェルシー染めで使う前提ってそもそもどういうことなのって言いますと一応ねそのフォーメーションコンボ ジョゼモーウリーの監督のフォーメーションコンボとして使えるかどうかだとかその中でより活躍させるためにはどうしたらいいかっていうところに主眼を置きつつですねやっていけたらと思います。ってことでまず一人目から早速見ていきましょうラヒーム・スターリングです。レフトウィングとセンターフォワードが両方できるタイプの14,446の総合値の選手ですね。 中央突破の中ではレフトウィングとしてはキリアン・エムバペに次いで2番目の性能を誇ってます、まあ、ただねちょっとキリアン・エムバペも同じように左とね真ん中が両方できた結物だったので、まあ、それと比べてしまうとどうしてもちょっと正直見劣りはしてしまうかなとは思いますプレイスタイルもムービングフォードでかぶってるので、まあ、ちょっとねスターリング不遇な実装性能だったかなと。 まあただ彼自身の魅力としてのシュートドリブル SS だとかあとは戦撃の名手でのドリブル特大にオフェンス能力大ゴールベナラーのシュートドリブル特大またブレイクスルーのシュートトラップスピード大アップなどこの素晴らしいね火力の強化特にジョゼモーリーニ監督ドリブルがすごく大切な監督ですからまあそこでね1対1で勝てるこのスターリング間違いなくいい選手ではあります。 メインスキルはヒロイックシュートをですね、で A ランクのシャープネスドリブル持ってます。スターリングなんですけれど、育成するにあたって必ず1つつけなければいけないものとして、S ランクのドリブルがあります。これは検討の余地なしっていうところで、 まあゴールベナラーでのドリブル特大アップだとか、まあ、あとは戦撃の名手のドリブル特大アップオフェンス能力大アップだとかもともとのドリブル能力も加味してこの選手の性能で A ランクしかドリブルをつけないっていうのは基本的にめちゃめちゃもったいないかなと思ってます。で、えっと、じゃあどんなドリブルつけたらいいのって話になってくると基本的には持ってる中である程度いいドリブルだったら何つけてもハマると思います。 もちろん例えば相手のディフェンダーのタックルを下げるようなドリブルでも全然活躍できますし、まあ、ただもともと えっと、めちゃめちゃスターリングってドリブル能力高い選手なので、まあ、一ってタックル下げなくてもね対人で突破できるんじゃないかとかって思うんだったら例えばインビンジブルドリブルのようなパスカットとマークを下げるドリブルをつければスターリングがドリブルした後のクロスとか折り返しに対してのパスカットを下げた結果その次のアクションで決まりやすくなるゴールを決めやすくなるっていうのは1個あるかなと思います。 でもう1個シュート何もう1個の一枠基本的にはシュートつけることになると思いますが選択肢は2個あってオプティマスウィムジーのようなジャンピングボレーをつけるかもしくはロングシュートをつけるかです個人的なおすすめはロングシュートですねうんまああとはセンターフォワードで使うかレフトウィングで使うかで分けたらいいと思います ドリブルはどのポジションで使うにしても必須なんですけどもし例えばスターリングをセンターフォワードで使うのであれば正直ロングシュートよりも通常のオプティマスみたいなジャンピングボレーにした方がいいですね例えばこのバッジの位置で使うんだったらやっぱり高い位置でプレーしてゴール前でのプレーが大切になるのでオプティマスとかでいいと思いますがこのレフトウィングのねエムバペの 今私が置いてるポジションでプレイするのであれば、ボール上がった後に遠くから打てるとか、その遠くから打った時の決定力っていうのはめちゃめちゃ大切になってきます。ってなると、まあ、一定ね A ランクのシュートすでに持っているので、ロングシュートをつけてあげるのがいいでしょう。ここに関してはどちらで使うかで分けてください。っていうことで、スタイリングに関してはドリブルと基本はロングシュート、でセンターファード級ならシュートというところで分けていきましょう。 さあそしたらですねお次行きましょうノニマにウェえ系ですメインスキルはシャープネスドリブルサブスキルでプリズマティックトラップ持ってますまあすごくわかりやすく言うとパスができるようになった代わりに全体的にドリブルシュートの能力が落ちたスターリングって感じですねドリブル SA、まあ、パス AB シュート B トラップ SB キープ B とこちらも全く悪い選手ではございませんが 1万、まあ、3000、ねここっ,まあ、っていくとそれこそフランスのドリブルの切り札で来たジョナタン・イコネとかとそんなに変わらない性能になってきちゃうので、まあ、イコネはねあの切り札持ちでっていうところだったので、まあ、それなしでの1万3000ってなるとねなかなかちょっと、まあ、わざわざメインで起用するほどでもないのかなと思います。 個人的には、もしも持ってるんだったら、サジンのリオネル・メッシだとかで全然いいと思いますし、それこそ日本代表の久保武夫選手とかね、あとはちょっと古い選手になっちゃいますけど、それこそ昔のメッシ、パリの時のメッシだとか、だいぶ代替案が用意できちゃう選手かなと思います。ただ、窓池自体もオフェンス能力ダイアップ、パス特大アップだとか、ドリブルキープ特大っていう意味で、ウィングテシュでの能力はきちんと強化されてます。 つけるスキル残り2つ空いてるわけに関しては基本的に選択肢そんなになくてベストはシュートとロングシュートだと思ってますでシュートに関してはいつも言ってますがウィムジーのようなジャンピングボレーつけてあげましょう今はまだね星5確定スカウトチケットでウィムジーシュート来ていますので来てるよな来てるはずだよよいしょ来てるはずそうですねデパイいるので ウィムジシュートありますし別にあのオプティマスでも全然オプティマスもジャンピングボレーで何だろうオプティマスの方が優秀ですのでラウルヒメネスのね在庫がある方はオプティマスつけてもいいと思います一枠はぜひねあの通常のシュートつけてあげましょうでもう一枠理想はやっぱりロングシュートです何度も言ってますがウイングの選手でまあ特に窓焼きに関してはメインスキルがドリブルで1対1もうすでに戦える選手ですからあとはきちんと火力を出すって意味でロングシュートおすすめです ただロングシュートマジで持ってないんです在庫ないですって方は私だったら一旦パスつけるかなショートパスで在庫があればいいショートパスつけます在庫あればですよここに関してはやっぱりマドエケっていう選手自体の総合値とかを考えると今後長く使っていく選手にはならないのかなとそう考えた時にもしもロングシュートのね在庫がそんなにないんだったらつけてしまうことがもったいないっていう判断です理想は ジャンピングボレー、オプティマスとかウィムジンのようなジャンピングボレーとロングシュートですが、さっき言ったようにショートパスもありかなと思いますま。パス能力高いし、アタッカーっていうね万能なプレースタイルですから、パスもおすすめです。さあ、そしたらコーナーギャラがいきましょう。この選手面白いですね。パス SS、ドリブル B、マークタックルが S のパスカット A の選手で、A ランクのフェリアスマーク持ってます。一定時間タックルマークダイアップの素晴らしい。 マークスキルですね A ランクとはいえ全然いいんじゃないですかアイトファード選手全員のシュート中断も嬉しいトータルマスターで本当に攻守で動けますしカゲロウでも攻守で動けるのでマジで OMF においても DMF においてもいいが、まあ、デコと同じようにどっちにおいても今一つ足りないっていう状態にはまあしょうがなくなっちゃうのかなと思いますで私個人的なおすすめとしては OMF 起用は私だったらこのギャラガーはしないかなちょっとね OMF で使うには正直結構激しく物足りないですねシュートが打てないのでそこでの決定力がないっていうのはちょっと痛いですしそれだったら攻撃ができる守備の選手もしくは試合を締め,締めに行く守備の選手もしくは 2OMF の割れをギャラガーにして守備的に使うくらいにしたいなと思います 1>, でえっと、1個は守備スキルつけたいなと思ってましてでフェリアスマーク持っているのでおすすめはシルフィーパスカットですねいつも通りの,あの超優秀なシルフィーパスカット在庫があればつけてあげてください一応ねパスカット A でタックル B ではありますが、まあ、モーリーニョ監督マークパスカットタックル全部85%強化してくれますし一定ねフェリアスマークでタックルマークがダイアップすることを考えると、まあ、パスカットの方もスキルでカバーしてあげるといいのかなと思います でえっともう一枠じゃあそうしたら何つけるのって話なんですが選択肢2個あると思っててロングシュートかドリブルですここは彼を OMF で起用するんだったらおすすめはドリブル DMF で起用するんだったらロングシュートがいいとあロングパスがいいと思います、うん、ドリブルで行ったら理想はねライトニングとかそれこそあのね ムドリックが持ってるライトニングだとかワイズみたいなドリブルの後に決定力が上がるドリブルだとまあ決定力のなさを補えるかなと思いますがそこまでいいドリブルつけたところで1対1勝てないかもしれないのでまあ相手のディフェンダーだとかあとは DMF のねタックル能力を下げられるドリブルがいいのかなと思います。言ってもドリブル能力2000ないですからねでえっとセントラルミッドフィルダーっていうプレイスタイルなので比較的ねやっぱりロングパスはまると思います。 DMF で起用するんだったらぜひロングパスつけてあげてくださいまあフラッシュフィードだとかあとはチェーロフィードだとかミドドフィルダーのスタミナが回復するものディフェンダーのスタミナが回復するものここら辺をつけてあげられるといいかなと思います、まあ、ただそこら辺のロングパス希少なのでこちらもないのであればアウロラだとかモルテンでカバーしましょうさあそしたらお次行きましょうギュストですギュストに関してはまあ彼自身を育成ってなかなかないとは思いますが スキルのね素材にする方が多いと思うので、まあ、ただ一定きちんと育て使うのであれば育てる必要があります組み立てサイドバックの選手でディフェンス能力とドリブルスピードダイアップの攻撃の主戦車パスドリダイアップの勝負手持ってますメインスキル面白いですねクスリームトラップですでこの選手はもう選択肢がかなり限られていてサイドバックの選手で1個しか 守備的なスキルがないのでもう一枠は必須だと私は思いますあのドリブルとロングパスって構成でかなり攻撃的に言ってもいいですが私だったら1個守備1個ドリブルにするかなで守備のところに関してはマークにしますマークの方がパスカットよりも発動する機会が多そうっていうのと A ランクのフォーサイトタックルを信じきれないからですねこれでボールが取れなそうだから マークをつけてあげるとといいいかなと思います、まあ、ここに関してはねあのどっちの在庫が余ってるかマークとパスカットどっちの在庫が余っているかで見ればいいと思いますが一定で、ね、シャドーマークだとかああいったタックルも上がるマークをつけてあげてきちんと1対1でボール取れるように最低限するといいと思います。でもう一個ののドリブルに関してははここはねあの サイドバックの選手ですから相手ミルフィルダーの守備力が下がるドリブルをつければ無難でいいんじゃないでしょうか、まあ、この選手に関しては変に育ててこのエクストリームトラップをねあの合体させて限界突破で合体させて数少なくしちゃうよりもこれをばらまいた方が強いと思いますので無理に育成しなくてもいいかなというのが正直な感想ですそしたら最後ロベルト・サンチェスいきましょうシャイニー・セーブとアウロラ・フィード持ってます いやこのねスキルの構成はなかなか難しくて理想を言うのであればもちろんねあの飛び出しのスキルが欲しいんですがおそらくねそんなスキルをね在庫で抱えている方は少ないと思うので、まあ、ロベルト・サンチェスある程度ゴールキーパーの能力はきちんとしっかりしてますし、まあ、パスもできるっていうところでタックルで飛び出しを補うただスキルがない。 じゃあもうレザルルトタックルしかないかなないいと思います、まあ、1個レザルトつけてもう1個ロングパスつけてもいいですし私個人的には2個レザルトでもいいんじゃないかなと思いますただおそらく2個レザルトって好まない方多いと思うので1個レザルトタックルつけてもう1個はロングシュートアウルラフィードの S でもいいですし在庫ないのであればモルテンでもいいと思いますしそういったものでカバーしてあげるといいんじゃないかなと思います まあちょっとね全体的にロベルト・サンチェスとあとは、えー、ギュストに関してはそんなにね何て言うのかな彼らをきちんと限界突破してきちんと育成してっていうところでは現状ないのかなとは思いますがまあ この2人に関してもギュストの,、ね、あの守備能力に関してもきちんとモーリーヌ監督でバフ入りますしロベルト・サンチェスの、ね、セービングもきちんと、えー、モーリーヌ監督のバフかかりますからそういった意味では今回ね本当に対人能力に優れた前線と、えー、守備能力がそんなにしっかりあるわけではないがモーリーヌ監督の中では十分な。 ギャラがギュストっていう両選手と、えー、いいラインナップだと思いますので、まあ、チェルシー本当に好きでね第3弾まできちんと弾きたいよって方は弾いて強化していただければと思いますということで本日の動画はここまでにいたしますご視聴誠にありがとうございました皆様の良きゲームライフに乗ってます豆腐でしたバイバイ